はい、続いては両足内側ポジションです、このように内側に足を乗せてください、このポジションでうまく打てない方は大きなスウェーをしているというふうに思っていただいていいと思います。実際にここまで内側に絞ることはありません。ですがやはりこう実際スイングするときに膝が割れてしまう、足がこのように浮いてしまうというような方にとってみれば、それをしっかりと矯正する意味でもこの内側のポジションで球が打てるようになるというのは一つ大きなポイントになると思います。ぜひこの感覚も試してみてください。